大阪での F1 開催に関する可能性についての情報を整理すると次のようになる。大阪での F1 開催の背景。鈴鹿サーキットが契約の最終年を迎えつつある中、大阪が新たなストリートトラックを備えた F1 開催の候補地として浮上している。大阪の意向と検討。大阪は日本第3の都市であり、F1 開催の可能性を真剣に検討している。観光局は、その野心を初めて伝え。 F1 レースに誘致する意向を再確認した。これに関する記者会見も行われている。開催の形態。大阪でのレースの可能性は、民間資金と公的支援を受けるビジネスモデルに適しており、市街路での開催が高い可能性があるが、専用サーキットも排除されていない。協議と契約の取り組み。大阪当局者は、2年以上にわたり、この問題について協議しており、非公開で資金を調達して、 地方自治体の支援を得ることを目指している。長期契約を確保するために取り組んでおり、具体的な計画はまだ確定していないが、公に発表される可能性がある。鈴鹿サーキットの現状、鈴鹿サーキットは F1 日本グランプリの伝統的な開催地であり、現行契約は2024年のレース後に期限が切れるが、新契約の期待が高まっている。F1 の傾向と可能性、F1 は近年、 長期契約を好む傾向があり、鈴鹿にとっては、中期的な更新の可能性が高いとされている。大阪の課題と懸念、大阪での F1 開催には、いくつかの課題や懸念があり、2025年の大阪での万博と、同年に F1 レースを開催する難しさや、予算の増加に対する反対意見が示唆されている。結論、具体的な計画は、まだ明確ではなく、大阪と鈴鹿のどちらが、 日本 GP の開催地として選ばれるかは不透明。鈴鹿サーキットの主催者は、新契約についてコメントを避けているが、大阪市は、F1 開催に向けて準備を進めている可能性がある。